はい、皆さんこんにちは、デフです。今回は放置少女復唱解説再録半蔵やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、現在ですね、美少女楽園というガチャで、半蔵が、ラインナップされているので、僕自身も半蔵の再評価というのが、多分2年ぶりぐらいになるのかなということなんで、もう環境もね、ガラッと変わって、半蔵の評価も変わっていると思うので、改めてやっていこうと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、一応ね、今回半蔵の動画なんであんまり触れたくはないんですが、テーフがね、前回のアップデートで来てて、テーフのですね、動画を待ってる方も一部いるかもしれないので、ちょこっとだけ触れさせてもらうんですが、テーフに関しては一応半年前に、再評価しておりまして、今回、再販で来てるんですけど、特に評価が変わらないというところで、今回は再評価というものを動画ですね、再評価の動画は作らないというところになります。一応ね、再生リストとかから見れるので、そちらで見ていただけたらなと思います。ということで、今回は半蔵をやっていきます。よろしくお願いします。まずは、半蔵は、かの陣営で、帽子となっております。ということで、今のね、環境だとちょっと帽子海は辛いなというところになりますね。そして、専属スキルからいきましょう。専属ステータス、半蔵ですね。深淵セットだけいきます。砲術防御貫通プラス1000、攻撃力 18%、命中値がレベル ×260 となっています。で、パッシブ出しておきましょう。そして、パッシブスキル。攻撃力が 44%、防御貫通が900、最大 HP が 44%、体力値がレベル ×160、知力値がレベル ×240、MP 上限がレベル ×300 となっています。パッシブだけ見ると、貫通はどっちもついてますね。砲術防御も防御貫通も。で、攻撃力あって、命中値ですね。命中値があるんであれば、やっぱ戦場戦役、ボスとかに適性欲しいなというところ。で、体力値と MP 上限、知力値か。なので、そんなに悪い、パッシブの並びはしてないですね。体力値がちょっと数値低いなぐらいで、ないよりはマシなので、あとは命中値が生きてくるかどうか、死んじゃうのか生きてくるのかぐらいですかね、気になるところというのは。やっぱ特殊パッシブがあるのが一番いいんですけど、さすがにね、そんな全員がもらえるわけじゃないんで、バランスだけ見ると、そんな悪くないステータスもらえてんのかなと思います。そしてアクティブスキル。敵6名に 680% の砲術ダメージを与える。自分の知力が敵より高い場合、 60% の確率で1ターンの間敵をめまい状態にさせる。攻撃後敵がめまい状態でない場合、その敵を1回追加攻撃し、自身知力値 ×8 のダメージを与えると。こちら防御無視、会心攻撃可能。同じ敵に対する追加攻撃は1回のみとなっております。もうはっきり言っちゃいますが、半蔵はね、もう今の環境全然もう弱いです。なので、今回は、ただ説明するだけもあれなんで、半蔵をどうやったら救えるかっていうね、たまーにやってますよね。もう救いようがない。このアクティブスキルじゃちょっと救いようがないよっていう副将に関しては、こうしたら強くなるんじゃないか、みたいなのね。ちょっとやってるんで、今回は半蔵を救おうということで、こうやったら強くなるんじゃないかっていうのも含めてお話ししていきたいと思います。まずは、敵6名に 680% の砲術ダメージ。範囲攻撃で 680% ですね。自分の知力が敵より高い場合、60% の確率で1ターンの間、敵をめまいにさせると。まず、条件が、知力っていう条件があって、これにまず勝たなきゃいけないんですよね、相手よりね。で、勝ったのにもかかわらず、60% の確率なんですよね。条件が2つ重なっています。確率と知力っていうね、条件が2つ重なって、どっちも取れた時だけめまいにさせることができると。ちょっとしんどいですね。ただ、敵がめまい状態でない場合、40% の確率引いちゃってとか、相手に状態異常耐性がついててとかで、めまいがつかなかった場合ですね、その敵を1回追加攻撃することができます。自身知力値 ×8 のダメージを与えますと、こちら防御無視、クリティカルも出ます。で、同じ敵に対する追加攻撃は1回だけっていう条件があるんですけど、これに関しては、680% の砲術ダメージに自身知力値 ×8 はもう無条件でつけちゃっていいんじゃないかと思いますね。これ条件がいろいろ重なっちゃって、もう最悪の状況の時だけ自身知力値 ×8 のダメージを与えられるという状況なので、これは、もうこのね、
いろんな条件撤廃しちゃって、うん、680% の攻撃に自身自力値 ×8 をつけると、まだマシになるんじゃないかと。これ改めてスキルをね、新しいのをこうつけていったらいいんじゃないかって考えちゃうと、それは最強の反動が出来上がっちゃうんで、今ここにある材料だけでどう強くしていくかっていうことをやっていきたいと思いますね。で、まあ、このめまいに関しても、もう 60% じゃなくて 100% でいいと思うんですよ。まあ、知力値条件はあってもいいと思うんですけど、まあ、100% の確率でめまいとかにして、で、もう知力値 ×8 に関しては 680% についちゃうという形にすれば、まあ、まだ戦えそうな気はしますよね。それでもまあ、あんまり火力高くないとは思うんですが、まあ、めまいも 100% つくことだし、まあ、サポートとしては戦えるんじゃないかなと、まあ、そんな気はしますよね。ただ今の現状だと 680% の範囲攻撃で知力値に勝った上に 60% の確率で取れればめまいにすることができますよと。で、そしてまあ 40% の確率でめまいにならなかった、または状態異常耐性で 60% 取ったとしてもめまいにならなかった敵に対しては1回追加攻撃して、でその追加ももう1回 680% じゃなくて、ただ知力値 ×8 のダメージを与えるだけになってるんで、うん、まあ、このね、知力値の防御無視に関しては、会心攻撃も可能ですし、同じ敵に対する追加攻撃は1回のみという条件もありますが、うん、やっぱり今の環境だとかなり辛いですよね。そして、スキル2ですね。敵6名に 680% の砲術ダメージを与える。さらに自分残り MP 値30倍分の砲術ダメージを与える。まあ、こちら防御無視ではありません。で、敵を撃破するたびに、残り HP パーセンテージが最も低い味方1名の全てのデバフ状態を解除させ、当該味方の 30% 分の HP をその味方に回復させるということで、まあもうここはどういじっても火力が上がらないので、もう何もできないんですけど、まあ範囲攻撃 680% で、まあ MP 値30倍分の砲術ダメージを与えますと。で、この MP 値30倍分のダメージは防御無視ではありませんと。で、敵を撃破するたびに、最も HP パーセンテージが低い味方の1名の全てのデバフ状態を解除させることができて、その味方の 30% 分の HP をその味方に、当該味方の 30% 分の HP をその味方に回復させると、まあ、30% 回復ですね、をすることができるんですけど、まあこれも撃破いらないですよね、もうこうなってくるとね。うん、撃破条件ってやっぱ取りにくいところがあるんで、この撃破条件を撤廃することによって、まあ攻撃プラス回復が強制的についてくるスキルに、っていう形になるのかなと。まあそれでも全然火力としては出ていませんよという形になります。まあいろんなものを取り付けていけばね、まあそれは最強の半蔵が完成しちゃうんで、ここにある材料だけでって考えると、うん、やっぱちょっとそれでも厳しいなというところですね。で、これにね、まあ将来的に炎帝がつくと思うんですけど、これ何がついたら強くなるんだというところですよね。もうかなり混雑とか、もうむちゃくちゃ強いものがつかない限り、ちょ範囲の上に、ですね。まあ、スキル1も条件だらけで、なかなかこれね、炎帝をつけたところで強くなる未来がなかなか見えないんで、もう本当に特殊パッシブですよね。もう混雑がつくとか、レンゲがつくとか、もうしない限りはもうどうしようもないなっていう感じが今のところしています。ということで、まあもう結構僕は絶望してるんですけど、僕の評価はこんな感じになりますよね。当たり前ですが。で、タイプはもうこれは、めまいに頼れないし、回復も頼れないし、条件がどっちもついちゃってるんでね、絶対発動ってわけじゃないんですよ。なのでサポートするにもちょっと不確定要素が多すぎるかなっていうところで、今回はまあ純粋にアタッカー、まあこの知力 ×8 にかけちゃいましたね。アタッカーにしました。うん、で、戦場戦役に関しては恣意適性、まあもちろん火力が出てないっていうところが一番ですね。で、ボスに関しても火力が出てない範囲なので、まあ、そもそもボス向きではないんですよね。なので、まあ、ちょっと火力も出てないしっていうところで恣意適性ですね。まあ、せっかくね、命中パッシブあるんで、ここ活躍の場にしてほしかったんですけど、ね、めまいも 100% つくわけではないですし、うん、知力値 ×8 って、まあ、NPC 相手だと微妙なダメージですし、ってなってくると、回復もね、そんないらないんですよね。となるとちょっと厳しいのかなというところですね。で、対人もやっぱ火力が、NPC に対して火力出ないのに、対人に火力出んのかって言われても火力は出ないんですよ。で、知力値 ×8 はね、まあこれは出るんですけど、うん、対人に関してはいいダメージになるんですけど、ただ、これも条件が3つぐらい重なってやっと発動なんですよね。知力値で、まあ、知力値で勝ってて、このめまいが外れた場合、または状態異常耐性持ってました、みたいな時ね。まあ、知力は関係ないけど、うん、まあ、
知力で負けた時もそうなのかな、知力で負けて、まあ、めまいがつかないっていう時もこの知力 ×8 が適用されるのかな、まあ、なので一番簡単なのは知力値で相手に負けること、うん、ですね。で勝っちゃった場合は、まあ、この 60% の確率に負けること、で 60% の確率に勝っちゃってめまいつきそうってなっても状態異常耐性が相手にあればつかない可能性が出てきて知力の可能性がありますと、知力値 ×8 のダメージの可能性がありますということで、なかなかね条件が厳しいんでこれに頼ることもできないんですよね、うん、となるとただの 680% のダメージに、まあ、めまいがつくのかつかないのかっていう感じになっちゃいます。そして、スキル2が 680% に回復スキルが、まあ、撃破取れれば回復スキルがついてますよという感じ。で、MP1 30倍分の砲術ダメージぐらいなので、もう対人の火力としてもほとんど出ないに等しい。となると、お城の攻めも厳しい。じゃあ、防衛はできんのかって言われると、防止ですし、復活もないので、防御パッシブもないですし、厳しいってなってきますね。となると、恣意適性になります。そして短期特化。まあ、こんだけ適性がないので短期特化してどうなるんだっていう話になるんですけど、かなり厳しいと言わざるを得ないですね。まあ、武将であるかどうかって、まず帽子ですし、戦場戦役適性もないですし、ボス適性もないですし、じゃあ対人は、うん、適性ないですし、というところで、今もかなり奥義関連で役立ってもらえるのかなって気がするんですけど、その奥義もね、この一番下の、半蔵だけで、まあ、UR 線が半蔵だけで、まあ、発動する奥義ですよね。この HP 上限 5% アップ。まあ、これが比較的取りやすいかなって、まあ、ね、UR の副将も比較的新しい副将なので、まあ、なかなか再販も来ず、絆も溜まりにくいのはあるんですけど、まあ、それでも、まあ、UR はまだ比較的投与しやすいので、まあ、UR 戦だけって考えると、これが狙いやすいかなと。あとは、まあ、UR 戦3つ。これ、命中パッシブついてるんで、まあ、強力ではあるんですけど、まあ、UR 戦3つついちゃってるんで、なかなかしんどい。運で一番上に関しては、UR 戦4つなので、まあ、HP 上限 8% ついてるんで、防御力もついてて、まあ、かなりいい奥義ではあるんですけど、まあ、ここに手が出せるのは、本当もうコンプ勢の方たちのみぐらいかな、っていう感じがするんで、奥義と言われても、なかなかね、手が出しづらいですね。うん。はい、ということで、まあ、今回は半蔵ですね。服部半蔵ではなくて半蔵の、再評価やらせていただきました。チャンネルの登録、ツイッターのフォローなど、ぜひよろしくお願いします。まあ、やっぱり運営さんはね、こういう、今のところ、今の環境を飲まれちゃって、もうどうしようも立ち行かなくなっちゃった副将のね、まあ、なんとか情報修正とは言いませんが、まあ、延定で、優先的に延定つけてあげて、せめてね、どこかしらで適性がつくような、うん、感じにしてあげたら嬉しいなとは思います。はい、ということで、ここまでお送りしたのはデフでした。おつです。